サッカー界の新たなる伝説、その大きな一歩だ。翼、ヒューガ、松山、相田、ジト、立花兄弟、三杉、数ヶ月前のことなのに、まるで大昔のような。しかしそれでいて昨日のことのように感じる。忘れられないあの激闘、全国中学生サッカー大会、今戦っている彼らが大きく成長したあの大会を。よし、50メートルダッシュ15本、終わり。しばらく休憩したら紅白戦だ。準備しとけよ。はい。ほら、どうした、声が出てないぞ。もっと元気出せ。もうすぐ夏の全国大会だな。今年も優勝すれば史上初の全国3連覇か。そうなったら俺たち入学以来負けなしで卒業だな。ああ、頑張ろうぜ。みんなお疲れ様。汗かいたでしょ。みんなタオル持ってきたから使って。サンキュー。しかしマネージャー変わったよな。ほんとほんと、小学生の時は応援団長までやってあんなに騒がしかったのに、今じゃすっかりおしとやかになっちゃって。翼くん、はい、タオル。ありがとう。なんだよ、翼のタオルだけ新品じゃんか。え？なんでだよ。なあ、なんでだよ。もう、いいじゃない。あいて。おい、翼。
翼、片桐さんが来てるぞ。え、片桐さん？あっちにいるから行ってきなさい。はい。なあ、片桐さんって誰だ？ああ、全日本サッカー協会の人さ。小学生の時から翼の実力に注目していろいろ面倒を見てくれてる人なんだよ。今年の春に翼が高校選抜の合宿に特別参加しただろ。それもあの人が手配してくれたんだ。へえ。こんにちは、片桐さん。元気そうだな、翼。はい。今日はお前のプレイ動画をブラジルのプロサッカーチームに送った件で話があってな。本当ですか？どうなりました？いくつかのチームから返事が来た。お前のプレーに関心を示しているようだ。本当に14歳なのかという問い合わせもあったよ。じゃあ中学を卒業してすぐにブラジルに渡れるんですね。ああ、しかし向こうもプロだ。すぐに契約はしてくれんだろう。おそらく向こうに行きプロテストを受けなければならないだろうな。はい。翼のサッカーの師、ブラジル代表センターフォワードロベルト本郷。翼は小学校卒業と同時にロベルトさんとブラジルへ渡るはずだった。しかしロベルトさんは何らかの事情で翼を連れて行かなかった。だが翼は失意をバネに大きく成長し、全国中学生サッカー大会を2連覇した。翼の実力は今や高校生レベルよりはるかに上にある。片桐さん？ああ、すまない、ちょっと考え事をしていた。それじゃあ今日はこれで失礼する。え、もう？私も忙しくてね、これから全国を視察に回らねばならないんだ。まあとにかく今は全国中学生サッカー大会に全力を傾けろ。ブラジルの話はそれからだ。はい。必ず勝てよ、翼。もちろんです。俺の目標は全国大会3連覇ですから。そうだ翼、3年連続、いや小学生の時から通じて4年連続の全国制覇を成し遂げるんだ。そしてブラジルに渡りサッカーの国でもトップになるんだ。その時日本のサッカーは変わる。翼、お前がリーダーとなって日本のサッカーを変えるんだ。そして夢はワールドカップ優勝。じゃあまたな。話は終わったみたいだな。うん、よし、じゃあ紅白戦始めようぜ。うん。ハーフタイム、ハーフタイムっとは。ふん、お前たちの実力去年と大して変わってないみたいだな。何？お前は日向君。てめえ、何しに来やがった？たまたま近くに遠征に来たんでな、挑戦状を叩きつけに来たのさ。挑戦状だ？全国中学生サッカー大会。俺たち東邦学園はお前たち南葛に負けて2年連続で準優勝に泣いてきた。しかし今年は違う。中学ナンバーワンゴールキーパーの若島津はもちろん、他の選手たちの実力も大きくレベルアップした。それに小学生の時の俺のパートナー沢田武史も加わって、東邦学園のチーム力は格段にアップした。そしてサッカーは一番上手い選手のいるチームではなく、チームの総合力が一番強いチームが勝つんだ。今年こそお前ら南葛に勝って東邦学園が優勝をいただくぜ。日向君、
俺たちだって負けないよ。今年も優勝するのは難活さ。そうだぜ、今年もお前たちを準優勝にしてやるからな。覚悟してろよ。けっ、おめでたい奴らだ。もう全国大会に出た気で嫌がる。ほんとほんと、小学生の時同じ南葛 SC にいたものとして恥ずかしいぜ。誰だ。なんだ、浦部たちじゃねえか。久しぶりだな。小学生の時以来じゃねえか。慣れ慣れしくすんじゃねえよ。昔は同じチームだったが、今じゃ敵同士なんだぜ。なんだとてめえ。お前ら南葛中の連勝記録を止めるのは東方なんかじゃねえ。俺たち大玉中だ。何？何を言ってやがる。小学生の時のプレイぶりを見た限りじゃ、お前らで南葛を倒すなんて夢のまた夢だ。いいだろう、俺たちの実力ちょっとだけ見せてやるぜ。新田、行くぜ大空翼。この感じは翼、そのボール俺たちから守ってみろ。行くぜ。よし、翼がボールを取られた。4人がかりとはいえ、翼からボールを。それ、いった！はい！いけ！俺のハヤブサシュート！すげえシュートだ。見たか、これが大友中の実力よ。今年の全国大会出場は俺たちだぜ。いいか翼、その余裕の面が二度とできないように県大会でお前らをぶちのめしてやるからな。そういうことなんで、県大会の決勝まで負けないようにせいぜい頑張ってくださいよ翼先輩。ああ、そうだ、ヒューガさん、先輩たちにいろいろ言ってくれましたけど、そういうことは俺みたいに一度でも日本一になってから言ってください。何？じゃ、あんたのまな弟子の沢田武氏によろしく伝えておいてください。小学生の全国大会決勝戦の時と同じく、また俺が叩き潰してやるってね。じゃ、学校に帰るぞ。あ、学校に帰るってまさか走って帰るのか。ここから大友中までって往復30キロ近くあるだろう。この程度いつも走ってる距離さ、どうってことねえよ。いつも。じゃあな。そろそろ俺も帰るぜ。集合時間があるんでな。あばよ。浦部たちのスピードは一緒にプレイしていた時とはまるで違っていた。あのスピードはさっき浦部が言っていたような毎日の努力から生まれているんだ。そしてあの新田という選手が蹴ったボール、彼のボールをトラップした時、俺の足にしびれが走った。あんなことは小学生の時にヒューガ君と激突した時以来だ。今年の大会は簡単には行きそうにないぞ。翼、そんなに気を落とすなよ。あいつらだって一応南葛 SC で全国優勝した時のメンバーなんだし、4人がかりじゃボールを取られたってしょうがないって。そうだよ翼。
みんな、紅白戦後半はチームを変えよう。俺が1、2年生のチームに入る。みんなはもう片方のチームだ。どういうことだよ。いいから始めるぞ。
それそれはぁ、それこれだ。森崎、今のくらい若林くんなら胸で取るぞ。一体どうしたんだよ翼。そうだよ、急に本気でやりだして。さっきの浦部たちのこと気にしてるのか。俺たちは、俺は油断してたんだ。油断してないつもりでも勝つことに慣れて、自分たちはいつでも勝てるって思い込んでいたんだけど、さっきのでそれが余裕じゃなくてうぬぼれだって分かった。それに努力してるのは浦部たちだけじゃない。全国にはもっともっとライバルがいる。みんな俺たちを目指して必死に練習しているはずだ。それなのに俺たちがうぬぼれていたら、全国大会3連覇なんて達成できるはずがないんだ。なんでそういうことかよ。じゃあ翼、次は何をする。え、翼の言う通りさ、確かに俺たちうぬぼれてたかもしれねえ。ああ、それを消すには練習するしかないな。何でも言え翼、俺たちはいくらでもついていってやるぜ。そうさ、俺たちは南葛の戦士だぜ。みんな、よし、みんな全国大会3連覇に向けて全力で突っ走るぞ。お、what?
7月夏の青空の下、ついに始まります。サッカーどころ、静岡の県大会。果たして今年、栄光の全国大会代表権を獲得するのは、どの中学か。その優勝候補の筆頭に挙げられるのは、なんといっても昨年度代表、南葛中でしょう。南葛中キャプテン、大空翼くんが入学以来、いまだ負けを知らない南葛中学。そしてこのチームは実に昨年おととしと全国制覇2連覇の偉業も成し遂げているのです。さあいよいよ開会式です。優勝旗返還。今昨年度優勝校南葛中キャプテン大空翼くんが優勝旗を返還します。石崎、あの優勝旗、今年は俺たちがもらうからな。けっ、何言ってやがる。そういうことは決勝まで勝ち残ってからいいな。よく言うぜ。なら俺たちはお前らより多くの得失点差で決勝まで勝ち残ってやるぜ。ふざけんな、俺たちがお前らに負けるかよ。よし、じゃあ賭けだ。負けたら相手の言うことを何でも聞くっていうのにしようぜ。面白いじゃねえか。受けてやるぜ。決勝まで勝ち残ってこいよ。必ずあんたを倒してみせるからな。何？なるほど、余裕の笑いってわけか。でも決勝ではその余裕の面を必ず焦りと敗北感で引きつらせてやるからな。見てろよ。こうして始まった静岡県大会。優勝候補筆頭の南葛中は翼を中心に順当に勝ち進んだ。一方の大友中も浦部、中山、岸田、西尾の大友カルテットを中心に守りを固め、フォワードの新田がゴールを量産するサッカーでトーナメントを勝ち上がった。そして決勝戦、いよいよ両者が激突する日が来た。いいかみんな、我々はここまで危なげなく勝ち進んできた。だが今日の相手大友中はちょっと違うぞ。大友中は今大会無失点のチーム。その戦い方はまず守りだ。浦部たち4人と長身ゴールキーパー一条が鉄壁の守りで相手の攻撃を食い止める。そして100メートルを11秒台で走る俊足フォワード新田がカウンターで強力なシュートを叩き込む。単純な戦術だが、その守備の硬さ、速攻の速さは間違いなく全国クラスだ。十分に気を引き締めていくんだ。はい監督、今日は俺をディフェンシブハーフ、ボランチにして新田をマークさせてくれませんか。翼が新田をマーク。俺がいつものように攻撃に重点を置けば、大友中ただ一人の攻め手の新田をフリーにすることになってしまいます。それに新田は闘志むき出しでこの俺に挑戦してきているんです。俺もそれを受けて立ちたいんです。よし、分かった。翼の作戦で行こう。みんな意義はないな。はっ、はい、はい、みんな大会3連覇に向けて今日は絶対に勝つぞ。はっ、この1年俺たちは打倒南葛を目標に頑張ってきた。そして今日ついにその目標を果たす時がやってきたんだ。今の俺たちなら必ず南葛を倒せる。今年こそ
南葛を倒して全国大会に出場するんだ。ああ、見てろよ大空翼、勝つのは俺たちだ。さあ、ついにやってきました全国中学生サッカー大会静岡県大会決勝戦。両チームともスターティングメンバーは今大会のベストメンバーを揃えてきました。南葛中の翼くん、大友中の新田くんの両エースは共に同じサッカー少年団南葛 SC 出身。しかも翼くんは3年前の全国少年サッカー大会優勝時のキャプテン、また新田くんも2年前に優勝した時のキャプテンなのです。その上、翼くんと共に戦った選手のほとんどが南葛中、大友中の3年としてここに戦うことになったのです。いわば因縁の対決でもあるこの試合、果たしてサッカー王国静岡を制するのは常勝南葛か、それとも新鋭大友か。さあ、大観衆の見守る中、静岡県大会決勝、今キックオフです。木杉、滝、伊沢、高杉、俺たちが打倒南葛を目指すようになったのはお前たちのせいなんだぜ。全国少年サッカー大会で大会の優秀選手に選ばれたお前たち、けれどどちらかといえば影の存在だった俺たちは何にもなかった。そう、その劣等感が俺たちをここまで育てたんだ。そして翼、俺たちはこの1年打倒南葛、打倒翼にかけてきた。翼のスピードについていけるようになるために、翼のあらゆるフェイントに反応するため1年間猛練習を積んできたんだ。お前ほどのサッカーの才能はないが、努力と練習量だけは負けてないつもりだぜ。みんな、今日勝つのは俺たちだ。行くぞ。ああ、さーて、ようやっと大空翼に会えるたい。そうですね、やっとですね。
俺はこの時を待ってたんだ。来い、ニッタ。あと、ドリブルを見送る。長野くん、ここからチャンスを作れるか。川田くん、このスライディングが決まった。川田くん、ここで止めた。浦部くん、ボールを狙うも届かない。石田くん、激しいタックル。これは必殺の連続だ。新田くん、ナイストラップ。もらった。ハイスピードでかわす。かせるか。高杉くん、翼。鋭いスライディング。やった。かわした。ドリブルでボールを運ぶ。中尾くん、左へパス。岩見くん、タックルを決めた。滝くん、パスを出します。木杉くん、パスを回す。おっと、攻守交代だ。来い、翼先輩。俺の力を見せてやる。くらえ。くそ。さすがだぜ翼先輩。あんたの顔面を狙ったシュート、そのまま避けていれば完全にゴールしたのに、それをわずかながらボールに触れ、得点を許さなかった。やるな、ニッタ。何？俺は嬉しい。久々に俺を熱くさせる男に巡り会えて。大友、これを得点に結びつけられるか。どちらが先に触れるか。このセンタリングをものにできるか。空高くで火花を散らす。飛び上がってのセービング、決まった。ニッタ君、俺はまだまだ上を目指すんだ。ニッタ、さあ。チャンスが決まった。アクション、ここは抜かせません。キサ君、ここはパスに切り替えた。小沢君、ここから打ってきた。パントキック、どこまで運べるか。岩見君、このパスをカットします。それかわして振り取った。滝君、シュートを放った。ここから長い距離のパスを狙う。岸田くん、ここからロングフィードを送った。敵陣へ攻め込みます。あっという間に抜き去った。新田くん、ゴールを狙う。と、止めた。小田くん、ここはパスを出した。滝くん、ここはパスに切り替えた。ここは抜かせません。伊沢くん、ここで止めた。チャンスが決まった。新田、高杉君、激しいタックル。これで パスを回す。木杉、川田君、ここで止めた。それ激しいタックル。やったぜ、決まった。それそら、もらったか。ハイスピードでかわす。高杉君、激しいタックル。滝君、ここはパスに切り替えた。チャージが決まった。あっと、奪い返した。体ごとぶつかっていった。パス、これは通るか。任せろ。これはうまく受け取った。やっと奪い返した。石崎くん、ここはパスを出した。あっと、奪い返した。ロングボールを送る。ここでチャンスを潰します。このパスは通らない。敵陣へ攻め込みます。それ、はっ。
伊沢くん素早く横にかわす。中山くんここで止めた。ミッタクマに抜き去った。中山くん素早く横にかわす。ここから一気に攻め込みたいところ。小田くん激しいタックル。岩見くんパスを回す。決まった。それ岩見くん、ここは抜かせません。それ岩見くんセンターラインを越えて攻め込む。それここから打ってきた。おっと攻守交代だ。翼くんセンターラインを越えて攻め込む。ここは隙にさせません。滝くんここは抜かれません。止められない。滝くん横にかわして突破。ここから一気に攻め込みたいところ。滝くんシュートだ。スローインでのリスタート。これはロングスローだ。岩見くんシュートを放った。新田新田くんここからチャンスを作れるか。あっと奪い返した。そらチャンスが決まった。大友これは攻守の連携を一段と高めてきました。岩見くんここは抜かせません。南葛ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。平岡くんセンターラインを越えて攻め込む。このクロスは通るか。岩見くんダイレクトでパス。新田くんこのボールのコントロール。シュート、ダブルシュートを放った。これはキャッチできない。そこだ森崎くんゴールを割らせません。わーっと決まった。新田くんシュートを放った。それここはパスを出した。時計は30分を過ぎました。前半アディショナルタイム突入です。見逃せ。ここからチャンスを作れるか。岸田くん渾身のパスを味方に送る。敵陣へ攻め込みます。中里くんここは抜かせません。ここはパスを出した。杉くんパスを出します。かわして振り切った。滝くんシュートまで持ち込めるか。県大会決勝はなんと前年度チャンピオン南葛中が大友中にリードを許して折り返しです。くそ、まだ負けたわけじゃないぜ。そうだ、試合はこれからだ。勝ったつもりでいるなよ大友中。全国制覇 V3 を狙う俺たちがこんなところで負けてたまるかよ。取られたら取り返すのがサッカーの原則だ。行くぞみんな。ああよし、ここまでは俺たちのペースだ。後半も翼を徹底マークだ。そうすれば必ず勝てるぞ。
どうした新田。いえ、全国大会2連覇中の南葛、その南葛に勝ったなら俺たちの全国制覇だって夢じゃないはず。じゃあそのためにこの試合でハヤブサシュートをパワーアップさせてやる。後半スタート。新田君、ロングボールを送る。前線の味方にロングパス。ここでパスカット。ここはパスを出した。ワンタッチで送る。パスが決まった。ここからロングフィードを送った。パスを受けた。ドリブルでボールを運ぶ。小田君、スライディングでカット。ドリブルと見せかけてパス。ここはパスを出した。いけ。ドリブルでボールを運ぶ。横をすり抜けた。新田君、これはオフサイドです。ハーフされたぞ。南葛、ここからフリーキックです。このキックで再開。ボールを奪った。さあゴール前です。ここは抜かせません。激しいタックル。パス、これは通った。ここからのタイミングだ。ノートラップランニングボレー。これはハヤブサのアラビトシュートだ。おい、そんな高度な技10年早いって。分かってる、俺だってそんなことは100も承知よ。でもこれが南葛に、翼に勝つにはこれが必要なんだ。浦部、どういうことだ。新田のやつ、練習したこともないあんな高度な技を。分からん。でも俺たちはやつにパスを送る。それしかないんだ。浦部、ゴールキックです。ここは抜かせません。ゴール前に持ち込む。中尾くん、シュート。石崎くん、これをトラップ。滝くん、ワンタッチで送る。タッチが決まった。さあかわした。平岡くん、パスを回す。体ごとぶつかっていった。得意のヒールリフトで抜いた。それ杉君、ここはパスに切り替えた。吉川君、ゴールダッシュ成功。新田君、ここはパスを出した。新田君、パスを回す。中尾君、センターラインを越えて攻め込む。横にかわして突破。中尾君、シュート。森崎君、ゴールを守った。パスを回す。杉君、素早く横にかわす。ここからチャンスを作れるか。やった、奪い返した。
君、タックルも決めたぞ。横をすり抜けた。流れ君、ゴールを狙う。一条君、ボールはまだ生きている。大友、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。もらったぞ。かわした。激しいタックル。出せるかよ。浦部君、タックルを決めた。すでに後半も半分が経過。ここからの一戦は非常に大きな意味を持ちます。只見君、激しいタックル。チャージが決まった。大きくクリア。長野君、シュートだ。ここからロングフィードを送った。パスを受けた。翼君、激しいタックル。ここはパスを出した。伊沢君、ここは勝負を避けた。おっと、攻守交代だ。ドリブルでボールを運ぶ。伊沢君、激しいタックル。パスを回す。長野君、センターラインを越えて攻め込む。シュートだ。これは見事にキャッチ。ゴールを狙う。吉川君、ここはクリアだ。岩見君、ここはパスを出した。長野君、ここだ。ゴールを狙う。クリアでキューバをしのぎます。ここからどう持ち込むか。あーと、ドリブルを見送る。小田君、ここからチャンスを作れるか。浦部君、激しいタックル。チャージが決まった。翼くん、センターラインを越えて攻め込む。必殺のシュートを打った。このボールに飛びつく。一条くん、ボールはまだ生きている。さあ、この位置で受けた。チャージが決まった。西尾くん、ここはクリアだ。伊藤くん、ここは抜かせません。ここからチャンスを作れるか。伊沢君、ここは抜かせません。いけ。翼君、ここから打ってきた。一条君、これはキャッチできない。それ。パスを回す。体とぶつかっていった。このタックルは不発に終わります。長野君、ここからチャンスを作れるか。伊沢君、ここは抜かせません。敵陣へ攻め込みます。かわして振り切った。キスケ君、シュートを放った。一条君、これはキャッチできない。右へ回します。かわして振り切った。敵陣へ攻め込みます。翼くん、激しいタックル。いよいよ後半アディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って始めた。中山くん、スローインでのリスタート。おっと、これは攻守の連携を一段と高めてきました。よし、あっ、かわした。中山くん、ここは抜かせません。そらよ。翼くん、ここはパスを出した。あっと、この位置でパーフェクト。杉君、ここで止めた。シュートまで持ち込めるか。シュート。パントキック。ここで試合終了。南葛中敗れる。全国中学生サッカー大会静岡県大会は浦部君率いる大友中が制しました。南葛の全国制覇 V3 の夢は県大会であっけなく散ってしまいました。
Thank you.